編集した後のエイムが悪い人の特徴を教えます。こんにちは、アキラです。ということで、今回の動画は生配信の切り抜き動画になるんですけど、今回は生配信中に編集した後のエイムが悪い人の最悪な特徴を2つ紹介させていただきました。今回紹介する最悪な特徴に当てはまってる人がいたら、一生編集した後のエイムが良くなることはありません。編集後のエイムを鍛えたい方は絶対に最後まで見ていってください。そして普段僕のチャンネルではフォートナイト中級者の方向けに上達動画をたくさん上げてます。こういった情報をもっと撮っていきたい方はチャンネル登録と通知音お願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。今からすごいエイム見せるから見とってほしい。いや、そんなすごない。結構沼っとった。むしろでもなんか今の気持ち的には2連ビクロいける気がする。こういう時の俺ってマジで2連ビクロするっちゃね。持っとるもんが違う。どっから撃ってる、その悪い子は。悪い子やったね。危な。あ、そうだ。昨日出した動画だったかな。その建築ピースを取る意識みたいな動画出したじゃないですか。今の対面とかも、その敵さんの建築すべて囲ってたじゃないですか。なんか、こういう風に詰めながらね、なんか建築でこうしていくっていう技術とかも持ってると、すごく対面楽になりますよ。たまにね、こういう風に階段差し込んだ瞬間に敵がここに立ってて、逆にカウンター食らっちゃうみたいな事故とかも起きるんですけど、敵の動きとかをしっかり見ながらね、今の動きできるんだったら、マジで強くなれると思う。よし、ちょっと2連ビクロイの奇跡をみんな見ててほしい。もしさ、差し支えがなければめっちゃ聞きたいことあるっちゃけど、フォトナってさ、みんな、どういうきっかけで始めたとね、大体。友達がやってておもろくて始めましたとか、なんかゲームがなんか好きで、なんか FPS ゲーム探してたらめっちゃ面白そうなのがあってとか、いろいろ理由あると思っちゃうけど、なんか最近結構ね、わからんのよね。今もなおユーザーが増え続ける理由が。友達がダウンロードしてくれた友達チャプター1シーズン1からやってる人いる。その人ってまだやっと、多分やってない。やっとらんのや。チャプター1のシーズン1からやってたら超古参勢やからね。もう羨ましがられるよね、みんなに。コロナ中やることなくて。あ、それ聞くね。コロナ中やることなくてとか確かに聞くわ。友達に誘われた。友達に誘われた。やっぱ友達とかが多いんだね。逆にその友達って何で知ったんやろ。ゲーム実況とかかな。あ、じゃあ分かった分かった分かった。フォトナをやる前からフォトナ実況者を知っとったか、それともフォトナをやり始めてフォトナ実況者を知ったか。やっぱ有名どころで言うと猫くんとかおりゃん、やっぱいろんな。その人たちを知ったのは、後か先かだね。後かな。あとなんだ。いや、なんか俺最近思っとったことがあって、なんか猫くんさんとかってめちゃくちゃ知名度あるやん。やけん、そのフォートナイトやってない人とかでも知っとるっちゃかーって思って。プリッツさんとかもそうやん。めちゃくちゃ有名やし、どうなんじゃろうって思って、ちょっといろいろ聞いてみたとこでございました。フォートナイトやり始めるから前からいろんな人見てました。あ、そうなんだ。でもありえん話じゃん。思えばあの初心者時代が一番楽しかったかもしれないです。なんか初心者の頃ってさ、何やっても上手くなるじゃん。その時ってめっちゃ楽しいよね、ゲームが。ある程度上手くなったらさ、次上達するのって、どうやったら上達するんだろうって考えちゃうけど、初心者の頃ってさ、縦積みがもうできただけでもめちゃくちゃ嬉しいし、あの時の気持ちって一生大事にしたいよね。やけん俺、いつになっても初心者の時の自分の気持ちは忘れないようにしようって思っとる。でもやっぱね、口ではそう言うけど、やっぱ難しいところあって、え？この人はこういう悩みを抱えとうけど、俺どうしとったっけ？みたいな。
感じの悩みとかがやっぱ聞いたりするじゃん、メンバーさんとかから。やけん、あ、初心に帰るのってめっちゃ大事やなって。危ないよ。あー、お前ちょっと人間っぽい動きだった。ちょっと人間っぽかったぞお前。どこおんのそれ。え、死んだ？え、死んだ？死んだよね今。なんか人間が、人間が死のうとしたよね今。完全に人間が死のうとしたよね。何だったんだ今の。全然わかんない。状況が把握できてなさすぎるよ僕。なんでだい？どういうことなの？なんかビクロイできそうなんで、もう一本ちょっと動画作っちゃっていいですかこれ。ワンチャンス。今回の序盤の方に解説しようと思ってたことがあって、編集後のエイムが悪いっていう人っていらっしゃるじゃないですか。これやってると編集後のエイム悪いですよっていう NG コードをちょっと一つだけ紹介させていただこうかなと思うところでございるんですけど、編集した後って極端な話、こんな感じの編集してズドンってやってしまうと、まあ、めちゃくちゃエイムがブレちゃうわけです。でも逆にこういう風に細かい視点移動とかでこんな感じで打つとめちゃくちゃエイムって安定するんですよね。なのでもしね、今編集をしてる時にこんな感じで視点が荒ぶってこういう風にエイムする人っていうのは今すぐやめてください。でそれともう一つ加えて、編集エイムが悪い人の特徴なんですけど、視点移動をした後に真ん中にエイムを持っていくっていう癖がついてないっていうのがありまして、上手い人って基本的にこう編集した後にこの真ん中に視点が行くようになってるんですよね。なのでこういう風に編集した後、真ん中に持っていきやすい編集の視点移動の癖っていうのをつけることが大事かなと思います。なんでさ、例えば右上三角編集とかもこっちがやりやすい人もおるし、こっちがやりやすい人もおるわけやん。これは結局その自分がどっちの方が真ん中に持っていきやすいかっていうのを考えてやっとるんよね。まあこの四つ分けとかもこの真ん中に持っていく癖っていうのをねつけていただければめちゃくちゃエイム良くなるんで、編集後のエイムが悪い人絶対にこれをやってみていただけたらと思います。待って、ここで負けるっていう可能性も全然あるからな。無理、多分敵の位置が全然わかんない俺。クリップはさすがにきつい気がするな。建築バトルで上に登ってきてくれるタイプの方が多分取りやすいっちゃんな。実際問題、あ、死んだかも。そうか、ハンマーがあるからな今の時代。よっしゃー、二連ビクロイ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、通知音お願いします。